ヒストン H2A は、真核生物細胞のクロマチン構造に関係する5つの主要なヒストンタンパク質の一つである。他のヒストンタンパク質は H1、H2 倍と H3、H4 である。ヌクレオソームの構造ヒストンは DNA をヌクレオソームへとパッケージングするタンパク質である。ヒストンはヌクレオソームの形状と構造の維持を担う。クロマチンには、 DNA 約100円基体あたりに一つのコアヒストンが含まれている。これまでにヒストンには H1, H5, H2A, H2 バイト、H3, H4 の5つのファミリーが存在することが知られており、H2A は H2 バイト、H3, H4 と共にコアヒストンを構成すると考えられている。ヒストン H2A は 期待立位原子型バリアントから構成される。ヒストン H2A という用語は密接に関連した様々なバリアントを包括的に指して用いられる。これらのバリアントは多くの場合数アミノ酸の際しか存在しない。特筆すべきバリアントとしては H2A1、H2A2、H2AX、H2AZ がある。H2A のバリアントは キスチンドブ・ウィズ・ベリエンツデータベースで検索することができる。細胞の分化によってバリアント構成には変化が生じる。神経細胞の分化の過程では構成とターンオーバーの変化によってバリアント構成に変化が生じることが観察されている。神経細胞の分化の過程で唯一一一定して存在するバリアントは H2AZ である。H2AZ は 従来型の H2A コアタンパク質に置き換わり、遺伝子際レンシングに重要な役割を果たす。近年の研究では、H2AZ は、ついに、SNF に関連 ATPRZ である SWR1 を用いて、ヌクレオソームへ組み込まれることが示唆されている。同定されている他の H2A バリアントしては、H2AX がある。このバリアントは、 C 末端領域が長く DNA 修復に利用される。このバリアントが利用する修復方法は非相同末端結合であり DNA 損傷が直接的にこのバリアントへの変換を誘導する。電離放射線を用いた実験によってリン酸化された H2AX と DNA 二本差切断との関係が示されており DNA 損傷に応答してガンマ H2AX が形成される。 マクロ 2A は H2A に類似したバリアントであり、H にアフィー遺伝子によってコードされる。このバリアントは C マッタンテールにホールディングしたドメインが付加されている点で H2A とは異なる。マクロ 2A はメスの付活性化された X 染色体に位置している。ヒストンテールとクロマチン形成におけるその機能 H2A は球状ドメインと長い N マッタンテール。 そして C 末端テールから構成される。N 末端テールや C 末端テールが翻訳語就職が行われる部位である。テール領域での二次構造の形成はこれまで同定されていない。H2A にはヒストンフォールドと呼ばれるフォールドが存在する。ヒストンフォールドは2つのループで連結された3つのヘリックスからなるヘリックスターンヘリックスモチーフであり。 ヘリックスのハンドシェイク型配置によって H2 バイトとの二量対価を可能にする。ヒストンフォールドは構造レベルでは H2A の間で保存されているが、この構造をコードする配列はバリアント間で異なる。マクロ 2A バリアントの構造は X 線結晶構造解析によって解明されている。保存されたヒヒストンドメインには DNA 結合構造とペプチダーゼフォールドが 含まれている。この保存されたドメインの機能は未解明であるが、イグジスト RNA の固定部位としての機能や、就職酵素としての機能の可能性が示唆されている。クロマチン構造の基本的単位 H2A は DNA のクロマチンへのパッケージングに重要である。このパッケージング過程は遺伝子発現に影響を与える。H2A はクロマチンの全体構造の決定に、 主要な役割を果たしており、遺伝子発現を調節することが知られている。H2A による DNA の就職は細胞核で行われる。H2A タンパク質の核内輸送を担うタンパク質はカリオフェリンとインポーチンである。近年の研究では NAP1 も H2A を核内へ輸送し、DNA を巻くために利用されていることが示されている。 H2A の他の機能はヒストンバリアント H2AZ で見られる。このバリアントは遺伝子の活性化、アンチセンス RNA のサイレンシングと抑制とも関係している。さらに、人と交互の細胞では H2AZ は RNA ポリメラーゼ2のリクルートの促進にも利用されている。ヒストンは真核生物で保存された細胞内のカチオン性タンパク質であり、 好微生物活性にも関与している。ヒストン H2A のバリアントが好微生物ペプチドとして作用することで宿主の免疫応答に関与していることが脊椎動物と無脊椎動物で報告されている。H2A タンパク質は片側が疎水性、反対側が浸水性の残機からなる両親媒性のアルファヘリカルタンパク質であり、このことが H2A の抗微生物活性を高めている。H2A は人ゲノム中で H2AFB1、H2AFB2、H2AFB3、H2AFU、H2AFF、H2AFX、H2AFE、H2AFE2、H2AFZ を含む多数の遺伝子によって行動されている。な h a 分子のバリント間で遺伝子パターンは大部分が保存されており、 遺伝子発現の変動は H2A の発言を制御する調節装置によるものである。研究者らは、真核生物のヒストンタンパク質の進化系統を調べ、調節遺伝子の多様化を発見した。最も大きな差異が見られたのは、コアヒストン遺伝子の質調節配列モチーフと結合するタンパク質因子であった。遺伝子配列の多様性は、細菌、菌類、植物、 哺乳類の遺伝子に見られた。H2A タンパク質のバリアントの一つに H2ABBD バリアントがある。このバリアントは H2A とは異なる遺伝子配列で構成されており、転写が活発なドメインで機能している。H2ABBD と関係した他の際は C 末端領域に存在する。H2ABBD の C 末端ドメインは、 H2A の C 末端と比較して短く、両者の C 末端領域の同一性は約48%ある。H2ABBD は活発な染色体で機能し、これまでに繊維目細胞の不活性化 X 染色体では見つかっていない。また、アセチル化された H4 と結合していることが発見されている。H2AZ は H2A と比較して異なる機能を持ち、 このことは H2A とこのバリアントの遺伝的サイト相関している。H2AZ を含むヌクレオソームは H1 の結合に対する抵抗性が生じる。H2AZ の遺伝子は、酵母では HTZ1 遺伝子にコードされる必須遺伝子である一方で、脊椎動物には2つの H2AZ 遺伝子が存在する。これらの遺伝子にコードされる H2AZ1 と H2AZ2 は散々期が異なるのみである。当初、研究者らはこれらの遺伝子は冗長的であると考えていたが、H2AZ1 の変異体が作出された際、哺乳類での試験で致死性が確認された。そのため、H2AZ1 は必須遺伝子である。他方、H2AZ2 の変異体からは機能は同定されなかった。 この遺伝子は哺乳類で転写されており、遺伝子発現は哺乳類の生物種の間で保存されていることから、この遺伝子も何らかの機能を持っていることが示唆されている。植物では多くの残機が異なるいくつかの H2AZ が存在し、これらの際は細胞周期の調節における際に寄与している。H2A からの H2AX の多様化は、 系統時の複数の地点で生じている。リン酸化モチーフの獲得は H2AX が複数の起源から生じたことを示す明確な例の一つである。一方でこれらは H2AX から複数の地点で H2A が生じたこととも矛盾しない。菌類に H2AX が存在し典型的 H2A が存在しないことから H2AX が H2A の元々の祖先であったとも考えられる。H2A の就職は現在も研究が進んでいる。H2A にはセリン残機のリン酸化部位やスレオニン残機の王、クルクナック化部位も同定されている。H2A のバリアント間では就職される残機にも大きな差異が存在する。例えば h 2 a b b d には H2A に存在する就職残機が存在せず、就職の際は H2ABBD の機能を H2A とは異なるものにしている。前述したように H2AX は DNA 修復に機能することが知られている。この機能は H2AX の C 末端のリン酸化に依存しており、H2AX はリン酸化されることで DNA 修復に機能できるようになる。 H2AX の C 末端には H2A と比較してセール GLN というモチーフが付加されており、このモチーフのセディン残基が DNA の二本差切断によってリン酸化される。ありがとうございます。